国道127号起点千葉県立山市南総文化ホール前交差点国道127号終点千葉県木更津市桜井交差点国道127号は千葉県立山市から木更津市に至る一般国道である千葉県南房総市富浦町起点の立山市から東京湾に沿って北上し房総半島の西岸に位置する南房総市安房郡居南町富津市 君津市を経て、終点の木更津市に至る路線で、千葉県の南地域を結んでいる。別名、内房なぎさラインとも呼ばれ、途中、福音が狭いトンネルが多く、一部区間は、交通規制区間もある。また、集落部では、急な直角カーブや福、福音の狭い区間も数多くあるが、富津立山道路、立山バイパスや、君津市から、終点の木更津市の一部区間において、 片側に車線の複線化がなされている箇所もある。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過値は次の通り。国道指定当初は、立山市から県と千葉市に至る路線であったが、1963年に、終点側の木更津市から、千葉市が一級国道16号及び二級国道129号、東京環状線と共に一級国道16号として、 指定されたため、国道127号は、残余区間である、立山市から、木更津市までの路線となった。立山バイパス、千葉県立山市北条は歩道南房総市、富浦町から、富津市竹岡にかけての約 23km 区間では、歩道の未整備による歩行者や通学路としての安全性が疑問視されており、沿線自治体は、早期改善を国に対して要望してきた。 これに対して国は視察を通じて対策に乗り出し2009年には交差点の改良や歩道の整備、老朽化した橋の架け替えや一部のトンネルの改良が決定した。道の駅橋梁トンネルトンネル改良富三浦町から富した清岡にかけての区間は強幅のトンネルが連続している。これらのトンネルは建設から多くの時間が経過しており大型化の進んだ。 現代の大型車にとって建設当時を基準とする断面では狭く通行に支障をきたしている。ただし、各トンネルは最低でも両側に車線かつ5.5から5.6メートルの道路幅員を確保しており、国の道路構造令を根拠とすれば改良済み区間とされるのであるが、現在の必要建築限界では最低でも福音8メートルを定めており、 大幅に下回っていることになる。廟金岬付近のトンネル群は歩行者、自転車の通行は危険である。2014年現在、拡幅の予定はない。千葉県富津市かなや千葉県木更津市で結成された、ヤンキー系バンドである騎士団のファーストアルバム作品、1、ロクロンリーナイトに収められた、楽曲、国道127号線の白木稲妻は、 国道127号を舞台にした楽曲で知られる。ありがとうございます。